農業の発祥と拡散農業の歴史では、農業の歴史及び農業技術の発展と普及について記述する。人類はもともともっぱら狩猟採集を行って生きていたと考えられており、農業は様々な分類群の動植物を対象に世界各地でそれぞれ別個に始まったと考えられている。ロシアの農学者、植物学者であり、 遺伝学者でもあったニコライ・バビロフによれば、栽培植物の起源中心地は地球上の11の地域に及ぶ。口じするように、およそ起源前9500年頃の新石器時代には、レバントにおいて、デュラム小麦の子孫とされるエンマー小麦、一粒小麦をはじめ、大麦類、エンドウ豆類、レンズ豆、ヒヨコ豆、アマなど8種類の初期作物が収穫されていたことが知られている。 米類は、紀元前6200年頃までには中国で栽培が開始され、最古の収穫の記録は、紀元前5700年頃とされる。それに続いて、緑豆、大豆や小豆も栽培が開始された。砂糖、キビや根菜類の栽培は、紀元前7000年頃のニューギニア島で始まった。モロコシは、紀元前5000年頃までには、アフリカのサヘル地域で栽培が開始された。 メソアメリカでは、紀元前4000年頃に、現在のトウモロコシの起源とされる野生種のテオシンテの栽培が始まった。麺の栽培は、紀元前3600年頃までに、ペルーで始まったとされる。牧畜については、紀元前1万1000年頃のメソポタミアで、豚の飼育が始まったのに続いて、紀元前1万1000年頃から、紀元前9000年頃にかけて、 羊の飼育が始まったとされる。牛については、紀元前8500年頃のトルコやパキスタン周辺で、現代の家畜牛の祖先にあたるオーロックスの飼育が始まった。南アメリカのアンデス地方では、紀元前8000年頃から紀元前5000年頃にかけて、インゲンマメ類やコカと共に、ジャガイモの栽培が始まり、ラマやアルパカ、モルモットなどが飼育され始めた。 同じ頃、パプアニューギニアでは、すでに荒廃されたバナナが収穫されていたとされる。現段階で見つかっている最古の農業の痕跡は2万3000年ほど前のものである。ハーバード大学、テルアビブ大学とハイファ大学の共同チームが、イスラエルのガリラヤ湖岸で2万3000年前の農耕の痕跡を発見したと、ニューヨークタイムズなどが報道している。粘土を焼いて作った古代シュメールの、 収穫用がマレバントで1万年ほど前の農業の痕跡が見つかっている。シリアのテルアブフレーラ遺跡でも農耕の跡が発見されている。古代エジプトの絵。収穫した小麦。他にもエジプトやインドでそれまで野生に生えていた植物の種を植えて収穫したことを示す遺跡が見つかっている。また中国、アフリカのサヘル、ニューギニア島、南北アメリカの各所で それぞれ独自に農業が始まった。最初期の農業ではまず、エンマー小麦と一粒小麦が作物として栽培され、続いて、大麦、エンドウ、レンズ豆、ビターベッチ、ヒヨコ豆、アマが栽培された。エジプトで小規模な農耕が始まったのは、紀元前7000年頃である。インドアタイジクでも、紀元前7000年頃に、小麦や大麦を栽培していたことが、 バルチスタン地方のメヘルガルの考古発掘で明らかになっている。紀元前6000年頃までにナイル川菓子で中規模農業が確立。この段階では灌漑技術は十分確立したとは言えない。同じ頃東アジアで米の栽培が始まっている。中国南部では初期のオーストロネシア語族とモンミエン語族の和社によって湿地農業の発展とともに 紀元前11500年から6200年頃に、洋子交流域で、米の栽培が開始され、どんぐり、白具合、オーニバスなど、他の食用植物も栽培化された。中国北部では、紀元前8000年から6000年頃に、初期のシナチベットゴワ社によって、キビが栽培化され、紀元前5500年までに、郊外流域の主要作物になった。 中国やインドネシアの農民はさらに、里芋、緑豆や大豆や小豆といった豆類を栽培するようになる。これらは基本的に炭水化物源であり、それを補うタンパク源として魚を大量に確保すべく漁網が発達することになった。こういった農業と漁業の進歩により、それまでとは比べ物にならない速度で人口が増加し始めた。紀元前5000年頃までに、 シュメール特に、ペルシア湾のデルタ地帯からチグリス川と、ユーフラテス川の合流点を結ぶシャットルアラブ、川沿いで大規模な工作、単一種の栽培、計画的考え、農業専門の労働力といった農耕技法が生まれた。野生のオーロックスを家畜化して、牛とし、同じくムフロンを家畜化して、羊とした。それによって、食肉や羊毛を大規模に確保するとともに、 に車を引かせて刺激した。また、羊飼いが、低住牧畜民、または遊牧民として、農民の仲間入りをするようになった。アメリカ大陸では、紀元前5200年頃、トウモロコシ、キャッサバ、クズコンが農作物として栽培されるようになった。アメリカ大陸発祥の農作物としては他にジャガイモ、トマト、唐辛子族、いくつかの豆類、タバコなどがある。 南アメリカではアンデス山脈沿いの険しい斜面にガンダン畑が発達した。メソアメリカでは6000年以上前に野生のテオシントに人間が手を加えて現代のトウモロコシの現象を作った。それが徐々に北アメリカに広まっていき、ヨーロッパの人々が新大陸に到達した頃にはアメリカ先住民の主食になっていた。 メソアメリカ原産の作物としては他に数百種類のカボチャ類や豆類がある。カカオを作物としたのもメソアメリカである。食用に供される鳥である七面鳥族もメキシコからアメリカ南西部で家畜化された。南アメリカのアンデス産無薬地域が発祥の重要な作物としてジャガイモがあり、5000年前頃のこととされている。南アメリカでは 様々な豆類も作物とされたが、ギャマ、アルパカ、モルモットといった動物も家畜化された。アンデス地域発祥の作物としては、コカもあり、今も主要作物として栽培されている。北米大陸の先住民も様々な植物を作物化した。ひまわり、タバコ、カボチャ類、ゲノポジ類などがあり、すでに栽培されていない作物として、マーシェルダーや港麦草もあった。 他にも、マコモや、サトウカエデなどは作物化には至らなかったが、採取栽培されたと見られている。イチゴの最も一般的な種である、オランダイチゴの元となった種は、アメリカ北東部で作物化されたものである。紀元前3500年頃アードと呼ばれる原始的なプラウが開発された。プラウが生まれる前は、単純な棒やクワゲ土地を耕していた。これらの農機具は、 高地の養分が枯渇するほど、継続的に同じ土地で農耕を行うとき、土を掘り返して、養分を含む深い部分の土を表面に出すのに、必要だった。メキシコでの発掘で、小さい農地で継続的に農耕を行い、生活していたことが分かっている。中央ヨーロッパでも、同様の農法が行われていた。その場合、プラウは、棒よりも、より効率的だった。古代、 ギリシアや古代ローマの農業はシュメールの農耕技法をもとにしたものだがいくつか根本的な改良も施した。ギリシャ南部は土地が痩せていて文明を開花させるのに苦労した。ローマ人は農作物を交易用に栽培したという点が特筆される。13世紀カレンダー。1年の活動のありさま。中世になると北アフリカ、中東、ヨーロッパの農民は 推理学や流体生理器学の原理に基づいた考え技法などの農耕技術を使うようになっていった。それに加えて3年周期の輪作が考案され、モールドボードプラウの発明もあって、農業の効率が大きく向上した。中世ヨーロッパにおいては、農業は7つの機械技術の一つに数えられた。農業に関する書籍、特に近代的な音楽が成立する以前の農業、 技術、農民生活についての著作物は、農書と呼ばれ、各地域において残されており、かつての農業につき知ることができる。1492年以降、世界的な農作物品種や家畜品種の交換が始まった。新世界から旧世界にもたらされた主要な作物として、トマト、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバ、ココア、タバコがある。逆に、 新世界に持ち込まれた農作物として小麦、香辛料、コーヒー、サトウキビなどがある。新世界に持ち込まれた最も重要な家畜としては馬と犬がある。食用の家畜ではないが馬と犬はすぐさま南北アメリカの農業で生産的役割を果たすようになった。ジャガイモは北欧で重要な主要農作物となった。トウモロコシとキャッサバは16世紀に ポルトガル人が持ち込み、主にアフリカで主要農作物となった。19世紀初めまでに農耕技法、農器具、栽培品種の改良が進み、中世に比べると格段に単位面積あたりの収穫量が増加した。20世紀を迎えるまでの農耕の発展の歴史の中でもチャールズ・ダーウィンとグレゴール・ヨハン・メンデルが品種改良の科学的基礎を築いたことは、 最も重要な出来事である。それによって、過去150年間の爆発的な農業生産量の増大がもたらされた。トラクターでアルファルファ畑を耕す様子。ミネソタ州の農地の衛星画像を同じ位置の赤外線、画像19世紀末から20世紀初頭の機械化の急激な進展により、農作業はかつてない速度と規模で実施可能となった。そういった進歩により、 アメリカ合衆国、アルゼンチン、イスラエル、ドイツなどの国々で、ほぼ限界と思えるほど高密度に高品質な作物を栽培できるようになった。ハーバーボッシュ法を使って肥料を合成できるようになり、それまで限界とされていた収量を超えた収穫が可能となった。20世紀の農業は生産性が向上し、化学肥料と農薬で手間を省いたが、水質汚染を招き、 先進国では補助金が付きものとなった。従来の農業の環境への外部性効果への反発から近年では有機農業を推進する動きが生じている。米、トウモロコシ、小麦といった穀物は食料供給の60%を占めている。1700年から1980年の間に世界の全耕作地は46%増加し、品種改良、化学肥料、 農薬、灌漑、機械化によって生産工はそれ以上に増加した。例えば、コロラド州東部のトウモロコシの生産工は、1940年から1997年の間に灌漑設備が整備されたことで400%から500%も増加した。しかし、そのような集約農業について持続可能性の面で、懸念が生じている。インドなどのアジアでは、 集約農業によって土壌の質が低下し人口増加によって食料需要が今後も増大する中で化学肥料や農薬の環境への影響も懸念されている集約農業では単一品種を栽培することが多いがそれによって病気や害虫も発生しやすくなり農薬に頼らざるを得なくなる数十年前から提唱されている 総合的病害中管理を行った成功例はあるものの i p m は知識集約型であり農業政策的には農薬の使用を推進した方が簡単だという現実がある。緑の革命でアジアでの米生産高が劇的に増大したが過去15年から20年間は生産高があまり増加していない。小麦については遺伝子上の 収穫量を増大させることに成功しているが、米については1966年以降そのような品種改良が行われておらず、トウモロコシの場合は35年間で若干改良された程度である。除草剤が開発されると10年から20年でその除草剤に抵抗力のある雑草が出現し、害虫の場合は10年以内に農薬に抵抗力のあるものが出現する。林作は そのような抵抗力のあるものが出現するのを遅らせる効果もある。19世紀末以降、世界中から新たな品種を探し、新たな農法を探す調査が行われてきた。例えば、フランク・エヌマイヤーは1916年から1918年まで中国と日本を訪れ、果実や好みの新品種採集を行った。 1929年から1931年にかけてアメリカの調査団が中国、朝鮮、日本を訪れ大豆の品種を持ち帰っている。国際通貨基金によれば2009年現在農業生産校では中国が世界一であり、それに欧州連合、インド、アメリカ合衆国が続いている。経済学者らが農業の 全要素生産性を測定したところ、アメリカ合衆国の農業の生産性は1948年時点の2.6倍だという。アメリカ合衆国、カナダ、フランス、オーストラリア、第の6カ国で穀物輸出量の90%を占めている。中でもアメリカは穀物貿易の約半分を占めている。アルジェリア、イラン、エジプト、メキシコといった国々では、 水不足によって穀物の輸入に頼らざるを得なくなっている。中国やインドでも同様のことが起きるのではないかと懸念されている。ありがとうございます。